第102回全国高校サッカー選手権熊本県大会準決勝第2試合が間もなく行われます。チームの核となる選手です。そしてキャプテンの好みが蹴っていった熊本商業、ゴール前を狙っていく。どうかな、ここは矢島が迫っていきますが、ここでシュート決まりました。前半2分先手を取ったのは熊本商業、先制点を挙げました。立ち上がりロングボールからフリーキックから得点を奪っていきました熊本商業です。28年ぶりの決勝進出へ先手を取りました。奪ったのは14番吉井のシュートでした。吉井高尾のシュートで先制点熊本商業。岩下が弾き出したボール、さあカウンターになるか。素早い攻撃になっていく。ここは奪われない、左サイドに預けた。エリアで味方も呼んでいる。クロスを上げてヘディング、高浜。前半9分2得点目、熊本商業追加点はエースの高浜の頭で決めました。今大会これが6ゴール目、これで高浜3試合連続ゴールとなりました。2対0、熊本商業前半でリードを広げています。フェイクを入れてヘディング、ここはキーパー内野が掴んでいます。ボール中央に選手が密集していますが、ここで散らばっていく。ファーサイド折り返してヘディング、高浜、失礼、好見ひろとのシュート決めていきました。ヘディングシュート、前半12分3点目。空中戦を制して好見ひろとキャプテンの意地を見せました。3対0。ラストパスが得意な荒木、本田かなた、ここでこぼれているボール、五十嵐シュート、ブロックした、まだあります。キーパーが前に出てきましたが、ここはファールになりました。五十嵐相馬、左が空いている。ミーヤ、ここはかわすか。岩下が寄っていきました。まだ行きます。ミーヤ、クロスをなんとか入れた。そして後ろから五十嵐かわして打てるか。今度は右から行く、本田のシュート、前半37分、熊本国府1点を返しました。途中交代の本田のシュート、監督が秘密兵器としてこのピッチに送り出した本田が3対1。これでゲームはまだ分からなくなりました。さあ本田がここも狙っていく、キック力、足元に定評のあるこの千曲のキック、ヘディングでゴール前へ、後ろからシュート、左にそれていきましたが果敢に狙っていきました。五十嵐相馬、ダイレクトのパス、これはつながるか。あー、ヘディングで落とした。さあ中には高浜がいる、その奥流れていったボール高浜が拾います。左サイド上がっていた好みからのヘディングシュートを止めた。千曲が手を伸ばしていきました。ただ飛び込んでいった18番の矢島、ファーサイドに好みひろとが寄っていく。ヘディング後ろから詰めている、左足のシュート、後半9分釣りの1点は熊本商業でした。10番高野のシュート、熊本商業追加点4対1。他にはサイドすらしたボール、ヘディングでクリアする、後ろから打っていく、こぼれ球、前を蹴るか、これは PK になりました。
熊本国府、ここで PK 獲得。そして今熊本国府の選手が誰か倒れています。ちょっと今顔のあたりを押さえる様子が画面に映りました。決めてきた熊本国府2点目。後半21分、五十嵐相馬の PK で2点目、追いかける点差2点に縮めました。真ん中に入ってくる、後ろからもう一度行く、上がったボール、ヘディング、後ろからシュート、もう一度中に入れてくる杉本、もう一度こぼれ球、キーパーがゴール、空いていたがここは守り抜いた熊本商業。今は10人で守っている熊本商業です。ロングボール千曲が入れていく、どうか、ここは本田のヘディング、失礼、志垣のヘディングでした。途中交代の志垣がここはゴールを狙っていきます。6番の原、長いボールを入れていく、高浜体を入れていった、ここでチャンスを作るか、あ、これは PK になりました。高浜が体を入れてなんとかボールをキープというところ、 PK を得ています熊本商業です。途中交代の原、決まれば3点差、決めていった右隅、落ち着いて決めました原。後半37分、熊本商業リードを3点に広げます。アディショナルタイム3分経過、左サイド駆け上がっていく、足技を見せて低いクロス、本田のシュート、ダイレクトで打っていきました本田かなた。4番の桑野、しかし中に入れる、なんとか跳ね返します、右に預けた、ここで試合終了のホイッスル、商業が5対2で熊本国府に勝利、28年ぶりの決勝進出です。